海道プレゼンツもくるラジオ、今日もともがくる。はい、どうも皆さんこんにちは、ようです。こんにちは、ゆかです。第22回目になりました、ともくるラジオ。今回はゆかさんと一緒にお届けをします。よろしくお願いします。お願いします。はい、このラジオでは他の企画ではあまり話せないようなあれやこれやをゆったり話していって、蓬莱堂の雰囲気を伝えられたらいいなと思っています。いつも通りゆるく話していきますが、その中で蓬莱堂のイベント情報なんかもお話ししていきますので、ぜひお聞き逃しなく。ということで、早速このコーナーから入っていきたいと思います。普通のお便り。はい、今回もたくさんお便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで1つ目からいきましょう。はい、トモクルネーム人間の言葉をしゃべる豚さんからいただきました。はい、昨日お風呂の中でふと考えていたのですが、もしも美少女アンドロイド、美少女メイド、美少女幼馴染のいずれかと一緒に暮らすことになったら誰を選べばいいでしょう、それぞれのメリットデメリットなど皆様の意見を聞ければと思います。なるほど、はい、直感的には俺ね、はい、普通に俺幼馴染大好きだからさ、美少女幼馴染と一緒に暮らすって、まあそれただ単に幼馴染と結婚したいって言ってるのと一緒だけどさ、まあいいよねとは思っちゃうけどね。私は絶対美少女メイドですね。あ、本当に？だって美少女な上にさ、家事全般多分やってくれるじゃん。うん、もういいことしかなくない？まあ確かに、なんかそうだな。例えば、まあ豚が俺がめちゃくちゃ尽くしたいぜってタイプだったらメイドとの暮らしは向いてないかもしれないんだけど、私は逆に幼馴染はそのアンドロイドとメイドと比べてさ、一緒に暮らすに対するハードルが高い感じがするのよ。もうすでに近くに住んでるのにさ、とか多分頻繁に会える関係なのにさ、一緒に暮らすっていう選択をするってことはさ、もう次のステップじゃん。すごい。あ、そうね。確実にこれまでのような関係には戻れないよね。そうそうそう。なんかまあね、アンドロイドはまあそもそも心ないからさ、ちょっと別かもしれないけど、でまあメイドもまあ言うなれば仕事かもしれないから。だけど幼馴染だけちょっと自分の責任がさ関わってくるからさ、まあ、そういう覚悟あんのかいっていうことを言いたい豚に。まあ幼馴染だけはプライベートだもんね、確実にね。あ、そう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 。で他2つはまあ確かにこう仕事とかの感じはあるもんね。そう、まあでその中でメイドはまあちょっと恋に発展する可能性もある。あ、なるほど。アンドロイドはどうしたって片思いよ。ああ、これ悲しくないですか？なるほど。ちゃんとゆかさん的にも下心があるってことだね。美少女あるよ、そんな。あるでしょ。そうなんですね。はい、まあ確かにね、美少女メイド家にいてね、まあそりゃ横島な思いの一つや二つ、まあね、豚も思うでしょうからね。そうだよ。まあでもアンドロイドに関してはゆっかさんは今感情ない前提で喋ってたけど、多分彼の想定するアンドロイドは感情ありえると思うよ。あ、そうなの？あるかもしれない。もちろんないパターンもいると思うけど、あるパターンのアンドロイドもいると思う。まあ、そうか。そう、なんなら本人は私は適切な回答をそのシステムで処理して打ち出しているに過ぎませんって言ってるんだけど、実はそれでは測りきれない行動を徐々に起こしていくようになっていくのよ。ああ、ちょっとなんか不具合みたいな感じで、まあ、そうそう、あ、そうそう、私ももう不具合が起きるようになってしまいましたとか言って主人公の犠牲になるのよ。犠牲になっちゃってんじゃん。やっぱりダメだよ。ちょっと犠牲になるは言い過ぎたけど、まあ、そういう感じで感情が生まれていくアンドロイド。
言い得るという想定だとしたら、うん、まあ結構アンドロイドとメイドの境がだいぶこう分かんなくなってくるよね。まあそうね、うん、そうなってくるとね、あ、そうするとこれもありにはなってくるよね、うん、まあだからそこの過程楽しみたいかどうかだよね。なんかそのメイドは最初からそういう感情備わってるわけだから、あ、まあ、でも一緒なんじゃないの、そこ結局その仕事として来てる人が、うん、あの一緒に暮らして接する中で徐々に仕事以外の感情が芽生えてきて、あ、もしかしたら好きかもしれないって思っていく過程と同じだと思うよ、うん、そっか、うん、まあ、ただ私はメイド推しです。まあ俺もそう言われてくると、まあ確かに幼なじみのリスク高いなってちょっとリスクって言っちゃったらいいけど、まあいいけどね、なんかロマンあるけどね、幼なじみと一緒に暮らすっていうのは、うん、まあでもだ逆に言うとだからこそあの幼なじみは、まあ、いつも負けるのかなってちょっと思った。そうね、どうしてもやっぱ背負っちゃってるよね、うん、いろいろ幼なじみという居心地の良さこそが大事になっちゃうみたいな。そうだね、あー辛いな幼なじみ、いつも負けちゃう、近くで育っちゃっただけなのにな。なんか多分この話しすぎたから次行こう。分かった。はい、まあ、ということで、ちょっと結論、ゆかさんは美少女メイドがいい、俺は美少女幼なじみがいい気がしてたけどやっぱり美少女メイドがいいということで、あの、まあ、結論としてはそんな感じかな、はい、はい、ということで、他のお便りもたくさんありがとうございました。今後もたくさんのお便りお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。以上、普通のお便りのコーナーでした。次はこのコーナー、こんな本知りませんか。このコーナーは皆さんからこんな本知りませんかっていうお便りを募集して、それに頑張って答えていきます。私たちでこれだっていうのがあればいいんですが、なかなか浮かばないことも多いかと思うので、こちらは視聴者の皆さんにもご意見を募集したいと思います。お便りに対してこれなんかどうかなっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。はい、まずは前回の募集に対して皆さんからいただいた答えをいくつかご紹介していきましょう。前回はトモクルネームクラフトシューマイさんから、祭りや伝統行事を舞台にした小説という投稿をいただいていました。ということでこれに頑張って答えていきましょう。はい、じゃあそれでは1通目のお便り、トモクルネームあかりさんからいただきました。私が紹介する本は沢見亜紀さんの山百合わらしです、うん、伝統行事というよりかは昔の風習なのですが、岩手県の遠野にあるお寺には江戸時代後期から明治にかけて死者の供養のために描かれた供養絵画と呼ばれる絵が奉納されています、うん、この作品はこうした絵を描いていたという外川志向をモデルに描いた歴史ファンタジー小説です。死者の幸せを願う気持ちに心を打たれ、遠野に行って実際の絵を見たくなりますということです。じゃあこの風習自体はあったってことだね。あ、実在の風習みたいですね。外川志向という人物もいたのかな、そしたらモデルって言ってるからいたんだな。そうだね、うん、そうだね、うんうんうん、なるほどね。でもファンタジーなんだね。なんか良さそうですね。うん、うん、なんかこういう世界観好きな人結構いるよね。そうね、この和風ファンタジーみたいな感じなのかな。うんうん、そうだね、うんうん、あの供養絵画についてちょっと調べたんですけど、こう死後の世界で幸せに暮らしている絵を描くみたい、亡くなった方の。ああ、なるほど。うん、うん、なんか楽しく暮らしている姿を描いて、うん、お寺に奉納するみたいな風習みたいですね。なんかいい風習だね。いいよね、うん、なんかそういう風に見送られたらいいなってちょっと思いました、うん、なんか生前こういう場所に行きたいって言ってた場所みたいのをね、うんうん、こう絵師さんに再現してもらったりとかしてね、うん、そこに行けてるといいねみたいな思いを、うん、いいですね。いいですよね。はい、はい、次、トモクルネーム、はい、サクサクさくらさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
今回のウォンテッド本として綾辻ゆきとさんのミドロガオカ奇談をご紹介します。もう一つの京都に住むミステリー作家の私が不思議な怪異に次々と襲われて不安に怯えながらも奥さんと一緒にのんびりと暮らす連作ホラー短編です。のんびりしてられるんだ。そうだね、不安だけどのんびりしてんだね。うん、はい、その中に収録されている六三の夜は毎年8月16日に京都で行われる五山の送り火がモデルになっています。数年に一度五山ではなく六山に、火が灯される夜、病院の屋上から私が送り火を見守るお話です。死者の霊をあの世へ送り届ける五山の送り火はホラーにうってつけの伝統行事なのかもしれませんといただいてます。なるほどね、ホラー系の山1個増えるんだね。山1個増えるというか五山が六山になるってね。まあ、この綾辻ゆきとさんのミドロガオカ奇談についてはもう、もうすぐ1年半ぐらい前になりますが、綾辻ゆきと紹介の動画でもね、これはご紹介をしてて、この動画はヘイチャンネルの一番再生された動画になる。そうですね、ぜひね、あのまだ見てないよという方は、はい、もっとちゃんとこれに詳しい方々がしっかり押してくれてるので見てみて。そうですね、はい、ただこの六山の話はしてなかったかもね。そうだね、なんか具体的なストーリーの話はそんなにしてなかったかもしれないですね。そうか、はい、いいですね。はい、はい、はい、じゃあ3つ目、トモクルネーム人間の言葉をしゃべる豚さん、今回のウォンテッド本ですが米沢ほのぶさんの遠回りするひなをおすすめします。古典部シリーズの4作目ですが、作中で生きびな祭りという飛騨高山で行われている実際の祭りが描かれています。この祭りはひな人形の衣装を着た総勢100人ほどが900メートルほどの距離を練り歩くことで非常に雅ですね。アニメ評価の最終回がこのお祭りのシーンなのですが、とても美麗なのでぜひこちらもチェックしてみてくださいっていうことです。評価についてはちょうどたまたま最近アニメを全部見まして。ああそうなんですよ。でだから、ね、このシーン見た？あ、見た見た。そうそうそう、最終回だったかはちょっと忘れちゃったけど、生きびな祭りの話っていうのはやっぱりあって、主人公のね、主人公こうオレキホータロウくんっていう男の子と、まあ、あとヒロインでチタンダエルという女の子がいるんですけど、変わった名前だね。そうね、まあ、そのエルちゃんがその高校のある地域の結構あの名家のお嬢さんで、まあ前ここ数年はその生きびな祭りのひな役を仰せつかってますってことで、あ、そうなんだ。はい、そのヒロインがひなとして綺麗なお着物を着て歩く、でしかも、旧暦扱いで旧暦でひな祭りやるから4月にやるんだということで、まあ、そういう季節感の中、4月3月終わりかな、まあ、そういう季節感の中で、あのやるおひな祭りでみんなで練り歩くっていうのでね、結構本当に、まあ、これはアニメの話になっちゃうけど画面もすごく綺麗な絵が描かれていて、大変良かった。まあ、これミステリーなんでね、あの、そこで生じる謎とかもあのいい面白い展開でしたよ。これちなみに古典部シリーズの小説はようさん読んでますか？すいません、読んでないです。わかりました。4作目から読んでも大丈夫なのかなっていうのがちょっと気になったんだけど、あ、まあ最初から読んだ方がいいよねこういうのね。と思う。なんかあのちょっとアニメ前提の話にはなっちゃうけど、やっぱ登場人物の関係性が徐々に深まっていく感じにはなってるから、やっぱいきなり読むよりはこれまでの流れ知ってた方がその人物に対する移入度合いというのは高まるんじゃないかなとは思います。はい、わかりました。じゃあこれね、前の3作もぜひ読んでから、お楽しみください。結構でもそのある意味ライトなミステリーっていうのかな、その学園の謎とかを追っていくような感じの、まあでアニメになってるってところからもまあちょっと想像つくかもしれないけど、そういう結構読みやすい系のストーリーではあると思うので、はい、あのサクサクいけるんじゃないかなと推測してます。はい。はい、ということで今回は以上ですね。
クラフトシューマイさん、ぜひ気になる本があれば読んでみてください、うん、ということで、じゃあ今回新たに募集する方のお便りもご紹介をしていきましょう。はい、トモクルネーム、人間の言葉をしゃべる豚さん、めっちゃくれてるね、ありがとうございます。ありがとう、めちゃめちゃ感謝してる。はい、たまに一部二部で分かれている小説がありますが、ガラッと内容が変わったり、うん、登場人物の意外な変化を楽しめたりと名作が多いイメージがあります、うん、そこで皆さんが知っている一部二部に分かれている作品を教えてください、うん、できれば 1,2 冊ぐらいの長さだと嬉しいです、うん、ということでした。はい、一部二部、はい、部で分かれてるけど 1,2 冊で終わるってあんまりなさそうな気が勝手にしてるけど、あるのかな結構ね。え、結構あるんじゃないかな。ちょっと私はね、用意したやつちょっと3冊のやつになっちゃったんですけど、うんうん、一応ご紹介すると、うん、オンダリックさんの床の物語っていう、はい、床の物語っていうシリーズで、床のっていうのが特殊な能力を持つ一族のことで、その一族にまつわるお話がこう3部作で描かれてるんですけど、もうなんかこの描き方自体が1冊ごとに全然違くて、1作目は連作短編、2作目がこう登場人物のある一人の視点から描いた日記帳の、うん、作品で、3作目が普通に長編、うんうん、っていう感じで終わるんだけど、うん、まあ、なんか同じ一族を描いてはいるんだけど、まあ、描き方からもうガラッと違うし、登場人物も被ってる部分もあるんだけど、うん、基本的に主人公が全然変わってくるので、うん、なんかその作品ごとに全然印象が違うで、ウグイスさんもこの作品が好きだってお話ししてて、うんうん、どの作品が好みだったか教えてくださいみたいな話をしたりしました、うんうん、え、結局2人の中ではそのどれ推しトークはできたの？ね、私が多分ねツイッターでこっちが好きでしたって言ったぐらいの会話しかまだできてない。あ、じゃあまだそんなに、そう、会ってねお話できてないんだけど、うんうん、そうかそうか。私はウグイスさんのお父さんと同じ本が推しだったっていうことだけお伝えしておきます。ウグイスさんのお父さんがユカさんだったということですね。私から生まれたんだウグイスさん。そうですね。はい、はい、そういうこと。そういうことですね。はいはい、ということだそうなので、今回改めて募集する本というのが、まあ、一部二部に分かれて、まあ、部で分かれている作品ですね、はい。まあ、特にこう趣旨的には多分上中下とかって話ではないとは思うので、まあ、こう部ごとにそのなんちゃら編とかで分かれてたりとかして、まあ、編ごとに内容が変わるとかいうのがあったらいいなっていうことだと思います。はいはい、というので、まあ、そういうのがもし皆さん思いついたら、あ、ぜひコメント欄に書いていただき、お便りでもね書いていただければと思います、はい、以上こんな本知りませんかでした。それでは次のコーナー、私の読書エピソード。このコーナーでは読書に関する皆さんの近況や面白かったエピソードなんかを送っていただくものになります。じゃあ1つ目のお便り、はい、トモクルネームメガネ虫食いさんからいただしきました。いただしいただしきました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。先日電車に乗っていた時に印象的な人を見かけたのでお話しさせてください。結構混み合っている電車の中、小柄な女性が片手で吊り革につかまり、もう片方の手で本を開いていました、うん、しかもその本というのが見るからに重そうな、おそらくハードカバーの単行本で、布製のブックカバーがかけられていました。
まず単行本に合うブックカバーを持っているという時点ですごいなと思い、しかも女性なのに片手で単行本を開くというかっこよさ、思わず羨望と憧憬の眼差しを向けてしまいましたといただきました。はいはい、うん、まあたまに見かけるよね、その電車混んでる中必死でこう本開いてる人、うんうん、まあ俺もあの満員電車乗ってた頃はやってたんだけど、うんうん、まあでも小柄な女性のさ混み合ってる電車って結構過酷だって言うじゃん、うん、過酷よ、うん、だから多分すごい大変なことなんだろうねこれね。そうね、でもこれは言うなれば私は慣れるかもしれないってこと。まあまあ、うん、何の対抗心かよく分かんないけど。あの単行本に合うブックカバーを持ってるとこまでは、うん、できてる。そうだね、布製の単行本用のブックカバーはお持ちだよね、うん、あなたはね。そう持ってるから、あとは片手で読む練習する。練習すんだね。そうだね、腕立てしてね、握力鍛えてやりましょうね。そう。あの片手で本持ってさ、めくりまでできる人いるじゃん。あー、ね、あれは私も習得したいなって思うんだけど。めくりは難しいよね。難しいよね。でも左手だったらいけるか。本当？いや。でもなんかさ、本くしゃってしちゃいそうでさ、うん、今結局片手を一瞬離すみたいな。うん、くしゃってなりそうになったわ今。そうだよね。たださ、そうなる覚悟ならできるかもしれないんだけど、どっちかっていうと、あの釣り革に捕まるのを諦めて両手で本を持つ、その代わり体幹を鍛えるっていう方がいけない気がするね。まあそう、それはそう、俺はそういうスタイルだった。私も比較的そうなんだけど、うん、時々体勢を崩して後ろの人の足踏んづけてしまったりする、ね、やめてあげて。それは大変やめて。はい、なんか足踏まれるとさ、うん、電車の中で女性に足踏まれるとさ、うん、痛いなとか嫌だなの前にさ、うん、俺痴漢したと思われてんのかなっていう不安になっちゃうからさ。あ、なるほどね。あの反撃かもしれないみたいな。そうなるほどね。ちょっとその不安がよぎってしまうから本当に、うん、極力踏まないであげてほしい。大丈夫、すぐすいませんって言うから。そうあの悪意じゃないっていうのだけは示して、うんうん、痛みは残るけど。そ, うそうだね、やっぱり片手でハードカバー、まあ、しかもさ、ソフトじゃなくてハードっていうのがまた大変だよね。そうね、結構こう開いとくのもね、そうそう、手結構ピンピンになるじゃん。ピンピンって感じだと思う。うん、手ピンって、きっとね本読む人たちには手ピンで伝わるでしょ。、うん、なるよね、多分小指がするんじゃないかと思う。そう、なんかそのこの腕の筋ピンってなっちゃうよね。そうそう、大丈夫かなこの回は、ピーとかピーとかしか言ってないけど。続いてくれ。続いてくれ。はい、ということで、はい、そうですね、なんかこういう人ね、でも見かけると確かにほっこりするというか、なんか同志を見つけたような心地よさがあったりしていいですよね、うん、そうですね、うんうん、はい、まあそんな感じですか。はい、はい、あれこのコーナーって今回初めてですか。あ、そうです、そういえば。なんかもうちょっとチャット説明した方がよかったかも。まあでもこんな感じで、あの日常の話でもいいし、うん、読書にまつわるなんかお話なんでもいいのでね。そうね、まあ読書エピソードなんで、まあ、こういう風に見た話、あの、うん、こういう人いたんですよっていうのでもいいし、あのまあ最近私こういう目標立てて本読んでるんですとか、うん、まあそれが達成できましたとか、できなさそうで辛いですとかでもいいし、うん、なんかそういう感じのねエピソードがあれば、うんうん、ぜひぜひ。ちなみにゆかさん、なんかあります、そういうの。え急な無茶ぶりをしてみる。読書エピソードですか。そう、今日ですね、うん、あのちょっと用事があって社長のところに行って、弊社社長のところに行ったらですね、うんうん、あの
本貸してくれました面白そうな本貸してくれましたシンプルな話だね。どういう、どういう話の展開で本貸してくれることなんだ。ちょっとあの社内法を作ってて、それにこう引用した文を載せてたのね、社長が、うんうん、でそれに使った本をお持ちですかってなって、うん、まあ、その本貸してくれたついでに一緒に置いてあった別の本をこれ、これ読むみたいな感じで返してくれた。ああ、なるほど、うん、家康が総理大臣だったらみたいな、うん、そういう感じの話らしい。あ、これだな、あったあった、真鍋明人さん、明人さん、ちょっとごめんなさい読み方あれだけど、っていう方の、ビジネス小説、もしも徳川家康が総理大臣になったら、それです。うん、なかなか売れてるっぽいですね。財務大臣が豊臣秀吉とか、うん、経産大臣が織田信長とか、面白そうですよね。面白そう。もう今聞いた時点でなぜ信長が家康の配下についてるのかすっげえ気になるそんなことあるって今すごい思ってる。そうだよね、ちょっと気になりますよね。うん、気になる。帯がなかなか面白そうなんで。うん。えげつない決断力と実行力って書いてある。本当？家康ってそういう人かな。それも含めて。見てな、楽しみっていうことでね。そうです、はい。はい。はい。ちょっと読むの楽しみにしてます。うん。はい。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、あの、皆さんのイメージがつかめたら嬉しいなと思いますが、このコーナーは今日はここまでにできたらと思います。以上、私の読書エピソードでした。では、次のコーナー。トモクルラジオインフォメーション。はい。蓬莱堂に関するインフォメーションをいくつかお伝えしていきます。まずは5月のイベント実績です。5月3日火曜日、第17回20・30代読書仲間オフ会 in PTX。 今回は初めて PTX で募集してみました。今後も PTX で募集するイベントもやっていきます。一応あの軽く補足すると PTX っていうのは、まあ、イベント募集サイトっていうのかな。はあはあ、人たちが自分たちのイベントを登録をして、で、まあ、うんうん、あの値段とかも設置しておいて、まあ、そこ経由であの申し込みをさせてくれるっていう、まあ、サイトというかになってて、まあ、結構その多いのはあの社会人のセミナーとか、 なんかそういうのが多いイメージを私はして、あとはたまに大学の外部セミナーとかやったりとかしたりとか、まあ、そういうサイトです。そこで読書会を募集したよという話でした。はい。なんかじゃあ今までと違った人たちとも今後 ね、あの交流が広がるかもしれないですね、うん、読書メーターが関係なくなるからね。うんうん、はいはいはい。5月4日水曜日、蓬莱堂読書会生配信。蓬莱堂でやっている読書会をオンラインで再現しました。読書会の雰囲気がこれで伝われば、てん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 、そうですね、あ、はい、結構雰囲気は出てたんじゃないかと思う。うん、そうですね。はい、はいはい。5月5日木曜日、ボドゲ会。恒例のボドゲ会。いろいろやりました。ちょっと、ボドゲ仲間募集中。うん、例えばって感じだけど、まあ、いろいろ。ちょっと1個ぐらい知りたかったけどね。はい。はい。5月7日土曜日、世界のビールを飲む会。世界のいろいろな国のビールをたくさん飲みました。ジョジョ一押しは、メキシコのデスなんとかというやつです。名前覚えといてよ。でもこれ私も言ったんですけど、ちょっとデスなんとか私も覚えてないけど、うん、あの、見た目が可愛かったです。メキシコ感があって、はい。メキシコ感がある。はい。見ればわかる。うん、なんか、なんとなく想像はつくけど、わかった。見はい。はい。はい。5月13日金曜日、つばな星堂、うん、Cさん、姫アリスさん主催、うん、Cさん、姫アリスさんによるカフェです。フルーツサンドやプリンなどが振る舞われました。うんうん、これも楽しかったね。
これみんな手作りで持ってきてくれたってことなんだよね。あのね、作ってきてくれたのと蓬莱堂で作ったのとみたいな。へえ、なるほどね。うん、うんうん、ですね。5月15日ゆるラジ生配信、うん、ゆるラジの生配信をやりました。ゆかさん感想どうぞ。急に無茶ぶり出てきたんですが。どうでしたか。あのいつも通りゆるくできてよかったなという感じです、うんうん、そうだね、はい、なんか、はい、特に配信だからといって変に気負うこともなくやるっていう感じしてよかったなと思います、うんうん、よかったです。はいはい、5月28日土曜日、主演&読書会、偽月面歩行。5月末は毎年、夜は短し歩けよ乙女をテーマにしたイベントをやっています。今年は偽月面歩行ということで、偽をテーマにやりました。偽をテーマね。うん。うんうん、いいね。スパイものとかが紹介されたりするのかな。あー、ね、なるほどね。うん、紹介されてるかもね。かもね、うん、スパイファミリーとか。そうだね。うん。はい。じゃあ次は6月のイベント予定です。6月4日土曜日、梅酒を作る会、夜長月さん主催。ということで、夜長月さん主催による梅酒を作る会です。1年間寝かせて来年飲みます。ね、楽しみですね。今回は作るだけということですね。うん。うん、次、6月11日土曜日、覆面小説発表打ち上げ、ムーさん主催。ムーさん主催の久しぶりの小説企画、完全覆面を成し遂げる人は現れるかということで、まあ、うんうん、俺はそれだけ聞いてもよくわかんないと思う。そうだよね。小説っていうのは、ムーさんが主催で、まあ、この蓬莱堂近辺の人たちが、まあ、これ用に、みんなで一人一人小説を書き下ろしますと。で、それを、まあ、小説投稿サイトに匿名で、まあ、一応そういうね枠は設けてあるんだけど、その中にこうみんな自分の名前を書かずに小説を投稿していって、まあ、みんな小説を読みながらこれは誰が書いたのかというのを当てる遊びということになります。うんうんうん、そうで、だからね、こう誰にも当てられないということが嬉しいんだか悲しいんだかね、まあその狙ってやった人は嬉しいんだけども、うんうん、別に書いたのに誰にも当ててもらえないって言って悲しむ人も一部いるような、うん、まあ、そういう回、まあ、ただね、うんうん、なかなかね、あの誰にも当てられないってあんまないんだけどね。あ、完全覆面はなかなかないんだ。そう、ゼロはあんまりなくて、だいたいその、うんうん、例えば30人ぐらい参加したら、まあ大体5人くらいには当てられるし、うん、まあ、うん、あの人によってはあの30人に当てられる人もいるし、もろバレの人いるのね。もろバレの人もいる、うん、みたいな感じで、うん、あのまあ多少は当てられることが多いとは、うんうん、がたまにゼロがいる、うんうんうん、という回です。なるほど。はい、じゃあ次、6月19日日曜日、ミステリ部生配信で、2022年上半期のベストミステリーについて語り合います。うん、うん、6月25日土曜日、ボドゲ会、ボドゲ仲間募集中ということで、めっちゃ募集してんね、さっきからね、やってんだな、うん。はい、次、6月29日水曜日、蓬莱堂2周年記念配信、 YouTube 解説&蓬莱堂2周年記念の生配信をやります。2年ですね。はい、2年ですね。あっという間ですね。ありがとうございますね。はい。はい、ということで、まあ、6月もイベント盛りだくさんでございますが、ここまでがともくるラジオインフォメーションでした。はい。はい、ということで、エンディング入ります。いつもの今月の一冊を紹介して終わっていきたいと思いますんで、今回はゆかさんから一冊選んできていただきました。はい。私からおすすめの今月の一冊は、小池龍介さんのかき氷リストです、うんうん、これあのタイトルの通りかき氷の本なんですけど、うん、毎年一冊出てて、うん、まあ、私あの去年出たバージョンしか読んでないんですけど、載せるお店が劇的に変わるわけではないと思うんだけど、これを毎年出すこの方の熱意がまずすごくないですか、うん、すごいですね。
うん、で今年ももしかしたらもう出てるのかもしれないけど、これから出るんだったらちょっと楽しみだなと思って、うん、もうこれからねどんどん暑くなってかき氷日和になっていくので、うんうん、まあ、そうなるとかき氷店はこう熾烈な状態にはなっていくんですけれども、うん、まあ、頑張って楽しんでいき、かき氷も読書も楽しんでいきたいなと思います初心表明演説ですかね。あれ違かった、おすすめじゃない感じでもね、あのツイッターなんかを見れば最近ゆかさんがかき氷の沼にはまり込んでいることはよくわかると思うので、そうなんです。うん、あのあれ見て本当になんか多分全くかき氷食わなかった人があれ見たらやっぱ写真とか見ると結構びっくりはすると思うんだよね、うん、本当にそうだね、結構概念かそうあのまずサイズ感違うんだってところから始まって、うん、多種多様なさ味付けというかソースとかかかったりトッピングがいっぱい乗ってたりとか、うん、もうパフェだよね、うん、なんか結構そういう感じだね、うんうん、結構複雑な構成をされている。そうだよね、だから結構、うん、そういう意味でもこれまであんまりあの関心なかった人とかが見たらびっくりしてハマる人も出るんじゃないかと思うので、はい、あのかき氷リストも手に入れつつあのゆかさんのツイッターを見るという風に、ね、私のこうかき氷日記もちょっと楽しんでほしいです、うん、ということで、はい、はいはい、ありがとうございます。次回のマンスリーパーソナリティはジョジョさんの予定です。はい、でこのラジオではいつも通りですね、皆さんからのお便りをすごく待ってます、うん、今募集しているお便りは普通のお便り、こんな本知りませんか、私の読書エピソード、入門書紹介の4種類です。これから内容が変わる場合は、まあ、読書メーター等で流すんでぜひご確認くださいということで、また次回も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。